皆様こんにちは。今回は黒部峡谷鉄道トロッコ電車の旅です。日本一深い V 字峡谷を縫うように走るトロッコ電車です。このトロッコ電車はもともと電源開発に伴いダムの建設資材や作業員を運ぶための鉄道として誕生しました。始発の宇奈月駅から欅平まで1時間20分の旅、富山県出身の室井茂さんのアナウンスとともにトロッコの旅にご一緒してみませんか。今の季節はとても紅葉が綺麗です。さあ私とご一緒に13号車に乗り込んでトロッコ電車の旅に出かけましょう。さあ出発です。皆様ご一緒にレッツゴー。黒部峡谷の合流、黒部川を遡る険しい山あいのルート 20.1km をおよそ1時間20分かけて走ります。のパノラマ、そしてその懐に抱かれるように時には挑むように先人が築いたダムや建造物とのコントラストをどうぞ心ゆくまでお楽しみくださいね。トンネルや鉄橋をいくつも抜けていくのでちょっとインディ・ジョーンズになった気分が味わえるかもしれません。これから皆様の旅のご案内役を務めます、私地元富山出身のトンネルがご案内する見どころいっぱいのトロッコ電車の旅、どうぞお楽しみください。本日は黒部峡谷鉄道をご利用いただき誠にありがとうございます。この列車は宇奈月11時27分発黒薙金釣り方面欅平駅です。途中黒薙駅には11時50分金釣り駅には12時24分終点欅平駅には12時45分の到着予定となっております。お客様にお願いいたします。列車進行中は大変危険ですので列車の外に手垢をなしにならないかをお願いいたします。また車内は禁煙となっておりますのでご協力をお願いいたします。新型コロナウイルス感染防止のため、お客様には席チケットのご配慮やマスクの着用、また車内換気にご協力をお願いいたします。次の停車駅は黒薙です。まもなく通る橋は新やまびこ橋です。沿線の橋の中では一番長く166メートルあります。高さはおよそ40メートルです。列車の渡る音が山びことなって温泉街に聞こえることから山びこ橋と呼ばれるようになりました。やっほー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 、あ、今の声聞こえたかもしれませんね。
用線の他に水道用水や発電など多目的ダムとして利用されています。ダムの大きさは高さ97メートル、幅190メートル、東京ドーム20杯分の水を貯めることができます。東京ドーム20杯、すごい量ですよね。勉強を渡っていくこと
ルもうなずき温泉へ送られているんです。肌触りのいいうなずきの美人の湯はあのパイプを通って山を降りてくるんですよ。さあ右前方です。細い吊り橋が見えますよね。あれはダムが建設された後も猿が対岸へ渡れるように作られた吊り橋です。猿専用のため手すりがないので私たち人間は怖くて渡れませんね。猿は本当に使ってるんですよ。運が良ければ群れで渡る様子を見ることができます。どうです、お猿さんいましたか？発車いたします。次に渡る青いデッキ橋は後引き橋。後引き橋から左手に見えるコンクリートの橋は水路橋です。昔ここを通って山に入った人はあまりの谷の深さに思わず後ずさりしたそうです。ここから後引き橋と呼ばれるようになりました。河原からの高さはおよそ60メートル。沿線で一番深く険しい谷にかかる黒部の難所です。どうです、深いですよ。深いわ。水道停車駅は土佐平です。
ばれる連山です。雲が低くたなびく様子は水墨画のようです。雨が降ると一層ゆったりとした世界が広がるんです。
天候が変わりやすいため、頂が雲で見えない場合もありますが、さあ、今日はどうでしょう。初雪の頃の雪化粧した姿は、木、紅葉、そして裾野の緑が重なり合い、その美しい色彩から、黒部の五段染めと見られています。
ですよ。また温泉施設としてサルトビ山荘、名犬温泉、ご利用いただき誠にありがとうございました。
またの日のお越しをお待ちいたしております。ご乗車ありがとうございました。 The train bound for Kunazuki will be leaving shortly. Thank you for riding the Kunobe Gorge Railway. We hope to see you again soon. けやき平に到着いたしました。黒部峡谷の絶景を楽しむトロッコ電車、沿線の見どころがたくさんありましたね。皆様はいかがでしたでしょうか。私はこれから欅平散策へと行ってきます。最後までご視聴どうもありがとうございました。